ご視聴ありがとうございます。リアクヤの花澤です。この度はおかげさまでチャンネル登録者様が25,000名超えました。ありがとうございます。 25K とかっていう風に表記されたり、 25K にかけまして花澤25歳化計画を動画でやろうかなと思いまして、37歳の私がですね、お家にあるものでやってみます。とはいえですね、夜も9時近くてですね、制限時間を10分と決めました。拭き取り化粧水を使います。汚れを落とします。柔らかい肌にします。化粧水をつけます。これはビタミン C のローションパックプレ化粧水塗ります。こんなもんでね、若くならないだろうと思いますけれども、保湿が基本なので保湿をしますね。保湿をしっかりして、どうすかね、ちょっともう一回化粧水を二度付けして何がおかしいのかな、分かんないですけど、十分に肌を湿らせますね。これなんか3分待つようにとかね、手で押さえてとかね、いろいろ言われますけれども、あんまり気にしないですね。化粧水をたっぷりつけましたので、シアセルマをつけます。まあ塗りますね。塗るっていうか、まあ、ちょっと伸ばす感じでシアセルマをつければ蓋をしてくれる感じになるので、伸ばすときに流しますね。まあ、だいたいこれでまんべんなく塗れたかと思います。リファフォーボディで首とか頭のマッサージをしていきます。これが結構気持ちいいんですよ。マイクロカレントが出てるので若返りとか美肌にいいんじゃないかなと、引き上げリフトアップ効果が期待できるなということで、頭から首を伸ばしていきます。鎖骨のとこですね。鎖骨側は、鎖骨は特に左側が大事です。左に3分の2行くので。液化リンパ、直リンパが顔では大きいので、顔に関係するところでは。感じで首頭をほぐして、顔もこう顎のところとかはこれでもできるので、こんな感じで
実はあんまり使ってなかったですけど、たまには使います。10分ほどやりましたね、なんやかんやを。はい、ということでやってみました。ちょっと赤25は全然無理でしたかね。3万人、5万人、10万人となるように頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。これはイベントでもらいました T シャツ。さっきこの数字ちょっと下の方に書いたんですけど、プロモーションビデオっていう形でリラクヤの動画を出したのが最初です。その後何もしばらく出してなくて、2年後ですね、2014年の4月に8分とかの動画を上げるようになった。でそっからは割と定期的に、まあって言っても2週間何も撮らなかったり、まあ毎日上げたりバラバラではあるんですけれども、何ヶ月も上げないっていうことはない状態でずっと今まで来てます。それで全部の動画が500本以上あります。たくさん見てくださってる方ありがとうございます。これからも撮っていきますので、どうぞお付き合いお願いいたします。ライブ放送もしていこうかなとか考えたりもしています。ではまた施術動画をまた上げていきます。またよろしくお願いします。ご覧ください。 See you。